そうなんです。今回は通称なんだ、2-4-all とアベルだから、アベルじゃない、クエリだから、オールクエリを使っていこうかなと思います。今まで使ったこと割と簡単だったんで、今回はちょっと趣旨を変えて、宝来に行きたいと。はい、今こういう感じで、おそらく友情ゲーになるんで、昔の爆絶は大体友情ゲーになると。はい、なんでやっていこうかなと思います。はい、大事な配置だけですね。はい、あとダメを一応アイテム使ってるんで、はい、友情だけいけるのかと思ったけど、一応ね、挑戦権とか解放してないから、解放したらもうちょいいけるかもしれないけど、一応ですね、はい、本当に保険です。まあでも、普通にいけると思うけどな、回数こなしたら。まあとりあえずやっていこうかなと思います。はい。で、まあ友情溶かしてるだけで変わってるんで、で、こうやって、2-4-allは、一応両方超砲撃型、フレンドさんにしていただきました。はい。ちょっとフレンドさん何やってんだって言ったら、見事フレンドに置いてくれた人がいて、はい、とても良かったです。はい、で、紋章はまあ、耐水ついてるのね。はい、耐弱も耐水もついてると、宝来特攻ですね。はい、なんでも、だいぶ強いと思います。はい、つまり等倍で出ると。で、クエリ、オッケーで、次のステージがちょっとだるいんで、あれですね、配置しておきたい。浦島のブロックの上にいるような感じで横感して、オッケー。あー、ちょっとそれはちょっと、どうだろう。うん。まあ、ゆっくり出ちゃった。どうしよう。これで、ブロックの中、その2つの中、まあ、いっか。正直、やりたいのは、ダメオが当たらない位置に行きたいんですよね。はい。なるべくその、次出てくるブロック内で浦島を倒したい。オッケー。そこの位置オッケー。だいたいこのぐらいでしょうかね。うん。じゃあもうそろそろ突破しましょうか。全員蘇生されてもめんどくさいんで。あんで、今回ね、地雷出てくるんですが、地雷も回収できると。あ、やば。ぐだってんな。地雷も回収できますね、今回。ちょっと HP の位置が良くないな、それは。ちょっと下げようか。下げて入る。これ倒せるよね、オッケー。で、次、2-4-allスタートで、4か。4ならこれ、あ、でもこいつブロック持ってんのか。ブロック持ってんのがまあ悪いよ。よしよしよし。強え。で、HP がそこだから、一応海はどうしよう。いや、友情出してはいけるかな。正直友情出しては勝てると思うんで。オッケー。でも知らずのうちにもうプニも殴っちゃってると、はい。何かの力が働いてんね。で、これはブロック外して、あ、ゆっくり出てる。この、オッケー、強っ。友情ゲーでオッケーと。で、次ね、宝来特攻をかけてもいいんですが、一応怖いんで SS 打ちます。はい。今回レーザーバリアが宝来ないんで、まあ、勝ち確同然なんですけど、だから今回、クエリの SS は、やらかした。あれ、実況化要因ですね、単純に。あと、実装と実況化要因で入れております。はい。やばい。いやーやばい。そこか。どうにかなんねえかな。巻き返し。いや、どうしよう。な、そうなるとな、めんどくさいんだよな。4P と 3P はどうにかなるんですが、1と2だよな、問題は。ステイとかできたらいいのに。これ、そうだからできねえんだよな。どうしよう。ステイできない。で、ダメをね、2発食らったらこれ、やられるんですよ。倒せなかったの痛いな。よし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 。次に2P がそこで、バハムート行っちゃうのか。あ、でもこれは減速もらったらいけるんじゃないのかな。剣もらってるけど。じゃゲージ外して。ボイン。あ、いや。よしよしよし。危ねえ。で、一応、長方形型って恩恵があって、
あの友情コンボが等倍で出るみたいな、誘発された時に等倍で出る以外に恩恵があって、砂時計取った時に SS ターンが4ターン短縮されるっていうのを覚えておいた方がいいですね。はい。で、まあ、ボスが現れたんで、これはもう、あれですね。撃ちます。怖いんでね、はい。怖いんで撃ってやれるでしょう。OK。まあ、余裕でしたね、はい。まあ、靴もあったんですが、はい。危ねえ。死ぬかと思った。で、次。まあ、どうせ溜まるでしょ、ボス戦ぐらいになったら。はい、次。あ、そこか。まず遅延かかってるから、これでどうにかなんねえよ。リヴァイアさんぐらいは、OKOKOK って。リヴァイアさんぐらいは倒したと。で、どうしよう。かなりやらかした。いや、大丈夫か。これもエジスってりゃ、これ上行くかな。行かなかったー。やばいやばい。あ、でも倒した。OKOK。普通に強い。おお、すげえ。こんな入る。おお、すげえすげえ。ならこれ、配置できますね、はい。で、HP はそこに行きたいんですよ。で、プニを倒す配置ですね、つまり。プニを倒す配置なんで、ゲージ外して、左ら辺に止まってくれれば。まあ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 。で、まあ全体的に左に止まっておきたい。プニを倒したいんだよね。まあ、ダメを貼られたら、まあさっきみたいに大変なんで、オッケーオッケー。で、ループヒットは今回狙わないんで、まあ、正直、うわははは。リヴァイアさんとか、もうこれ、抜けるしかないね。うん。倒すよね、オッケーオッケー。倒しましたと。で、1P が1、遊撃か。3P が一撃失神のエルですね。はい。身の紹介してなかったからね。うん。で、2P で、オッケーオッケー。クエリそこ来てくれたから、立てないんで、これ、レーザーでも、ブロックにはまってるよな。適当に出して、あ、そう、こいつブロック持ってるのか。忘れてた、忘れてた。本当にね、もう、友情のせいで、もうブロックが付属品のように思えるんですね。はい。これは、普通に、ここに殴ってワンパンできるでしょ。ワンパンっていうか、これ、お、強っ。リヴァイアさんも倒したと。やっぱね、あれなんですよ。あ、バージョン違うから切りないのか。はいはい。あの、プニはワンパンで倒せなくて、ちょっと残るんですが、まあ、別に友情あるから大丈夫だと思いますけど、はい。あ、そこの位置は良くない。あ、でもまあ、あ、今回はそれ逆手に取っていけんのか。まあ、こういう位置でも、まあ、逆に考えれば密接してるっていうことだから、まあ、3つの道を守らないといけないのかな。はい。なので、はい、こういう感じで、レーザーが当たりやすいって考えれば、かなりポジティブに考えればいけるんじゃないか。おー、強そう。で、普通に挟まって倒しちゃったと。で、これ、クエリーだけ伝染しますね。はい。クーフォールはバージョン違いで伝染はしないと。これも適当に出してるの上がってるでしょ。でさ、誰か一人に触れたらさ、全員のレーザー出るんだぞ。強え、強えのなんだ。で、次の配置を取っときたいね。浦島配置。浦島とプニをやれる配置だから、できるだけ下に固めておく必要がありますね。はい。オッケーオッケー。そこの HP の位置めっちゃいいね。はい。で、このターンに多分抜けちゃうんで。いや、どうだろう。ああ、抜けましたね。はい。ま、なる、ハード。ああ、まあ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 。んで、3P だからできたこと。オッケーオッケーオッケー。これも SS 打たずともいけるでしょ。オッケー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 。で、これ、アイテムなしでもね、多分本当に、厳選頑張ればいけると思うんで、はい。で、あと、アクアドラゴンだけど、まあ、正直勝てるでしょ。もう、ここまで来たら、はいはいはい。もう、さっきのね、ダメオンとこだけ、あれ、あっこだけちょっと厳しかった。だけですね、はい。普通にこれ、あり、あり。うん。これ、一応、ストックも入れてるんで、ストックも一応、負けた時用に、入れてるんですが、別になくてもよかったのに、今の時代、タイムシフトもできるんだけど、まあ、こういう感じで勝てるんで、でも SS 打ちません。もうレーザーだけで、どんだけやれるかって話ですよね。はい。もうエグいわ。もう勝手に、もう、勝手にね、もう一人振るだけでも全員に当たってくれてるっていう、その超強爆発がね、どんだけ範囲が広いかっていうことを、まあ、皆さんに分かってもらえれば。本当にね、爆発の共有所ってやばいね。これはなかなか強いと思う。
でね、あのコメント欄でね、あの、まあ、落ち込むに代わる最強コンビっていうタイトルで、まあ、落ち込むはウニのとこはいいんですってコメントあったんですが、もう全くその通りですね。ごめんなさいな。そこだけ最後謝罪しておきなさい。ということでね、まあ、簡単にホーラー生きるも皆様行ってみてはどうでしょうということで、次の動画でしょっぱくい。